ここでチャンネル始まるよ。ちょっとね、今日ね花粉がひどいんだよね。本当本当に花粉でずっと鼻水やばいんだけど、本当に花粉、今日は今日はっておかしい、前回がみたいな感じだったけど、今日はなんとガチャガチャの森ララポート福岡、福岡県なんですよ。地元だね。そうなんですよ、白メガネの膝元ですよ、ここ。確かにね、今日見てオープン前ガチャガチャの森さん来たんだけどさ、すごいですよ。作業中作業中の中 YouTube 撮らせてもらうっていうね、これ前代未聞じゃない？そうですね、だって商品買えないんだ今見どころがね、そう、見どころがガチャガチャの筐体のみって、はい、いいですね、これめちゃくちゃいいよね。今日はあのガチャガチャ森の運営のルルアークの松井さんにも来ていただいて、はい、あのちょっと説明もしてもらうから、一回中どんな感じかね、ちょっと見てみようか。チャラ社長とガチャガチャの森ってどういう関係なんですか？どんな関係なのね、はい、分かんない結構ね、10年前からずっとうちの商品を仕入れてもらって、でガチャガチャの森がオープンして、まあ、そこでまあうちのコーナーだったりとか、まあ、いろいろねつながりはあのお客さんとしてあるから、はい、あのまあ言ったら飲み友だよね急にチャラいな、飲み友だよね、飲み友だよねじゃあ行こうかな、はい、すごくないこれ、見てよ、こんなにさ商品が入ってないガチャガチャの機械見たことあるないでしょ、すっげえこれ、めちゃくちゃ高いよ、やばくない。今日あのうちの商品を探しに来たんだけどさ、うん、あるかなこれ、これ見てよ、あ、ガチャガチャって見えないんですね。見えた？もう見えてる。見えてる。あ、どこに入るかって。もう見えてる。後ろコーナーここら辺、後ろコーナー。中のペイロキこら辺で置くのかな。すごいよこの真っ白ですよ、ね。これ絶対ルルアークの社員さんもうヘトヘトになりながらさ、これつけてるからね機械。もともと2台だから。そうですよね、もともとね。2台だよ。2台。で、それをもう1台つけてるからさ。すごい。それでこれだよガチャガチャ。めちゃくちゃなんか低くない？こんな感じ？なんかいつもここら辺の回しの気がしたけど、でも全然読んでも全然いけますね。成人男性だろうね。まあそうだね。すごくない？これ一緒に。何台あるんだろうこれね。うわでもちょこれちょっと当てたくないですか？当てたい。450。本当？面数？面数。450。まあそれは後で聞きましょう。あとな何？300。150も違う。これわかる？これあれですよね、ガチャガチャの下の部分だね。これ社長これでいつも出社してますもんねこれで大塚駅これで走ってますもんね、ウィーンこれ社長いるよ社長のね、これしかできない、移動手段これ面白いね、これ危ない危ない、良い子は真似しないでくださいね、はい、今のはね今日はね、ガチャガチャの森の運営の松井さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。めちゃくちゃすごいですね、これね。空だけど。空だけど。まだ何も入れる前なんで。ガチャガチャ回せないんだけどね。オープン前初めてじゃん。でガチャガチャも実はクオリアラスチャンネル初めてで、なんだかんだやらせてもらうから。でもやったと思ったよね。僕らが勝手にガチャ森の池袋店に毎回来てるんですよ。めっちゃ行ってるような感覚になってるだけで。しかも報告もしなかったからね。勝手に買って、ね、やってるつもりだったけど今回初めてガチャガチャ森紹介してもらうから、まあ、そこら辺のちょっと話をオープン前ということで、他の YouTube では流せない秘密のことだったりとか、まあ、お金のことかな、お金のことはちょっと難しいかなでまず最初にさっき白眼鏡とこれ何面ぐらいあるんだろうっていう面数、チャラ社長が450、白眼鏡300、どんぐらいあるんですかね。715。マジっすか、700あるんだ。いや想像超えてきたね、やばえ、ここでも相当あるってことですか。だって、まあ、どんぐらいなんだろうこれね、ちょ数数大変だよこれね。大変。え、ここの店舗でガチャガチャの森って何店舗目なんですか。ここで54か5店舗になります。54店舗で700近く1店舗あったとしたらさ、どんぐらい面数あるんだろうね。単純に掛け算したら今ちょっと計算するのめんどくさかったので、よしなかったんだけど700×50 すごいですね。でも池袋と原宿は1200近く超えてるんで、あ、超えてるんで、ね、規模としてはそこまで大きくはないですか。うん、あそこまで大きいわけです。中堅ぐらいな感じです、うん、なるほど、やや大きいぐらいな感じですかね。やっぱさ、ガチャガチャの森特徴としてさ、台数4台積んでるじゃん。ああ、連結ね。そう、はいはいはい、なかなかのインパクトじゃない。なかなかのさっきもちらっとね、やったけどめちゃくちゃ大きいよ。インパクトすごいよね。楽しい、楽しいよね。来るだけ すごいな。で、今ガチャガチャの森オープンしてからどれぐらいなんですか。ガチャガチャの森自体はオープンして5年、スタートから5年ぐらい、うんうん、5年ぐらい、うん、なるほど。で、ちょっとその前にポンという屋号でやってたのがもう8年経ってます、はい。
でガチャガチャの森ってさ、もうなんか定着されてるもんね、ガチャガチャ森っていうね、うん、ガチャガチャの森って誰が作ったんですか、名前。うちの辞めてしまったデザイナーのガチャガチャの森って落書きがあって、はい、そのデザイナーが辞めるときに、え、これちょっと面白くない、使っていいって言ったら、あ、まあいいですけどって言って、それで使わせてもらったっていう。松井さんが考えたっていうよりかは、その辞められた社員さんがデザイナーの落書きがあって、辞めるときに資料の整理したときに、はい、え、これ何、すごい面白いと思って、そこからこうイメージが湧いてきて、はい、あ、ガチャガチャがすごいある空間って面白いなと思って、なるほどなるほど、それを使わせてもらったっていう。すごいな、ロイヤティゼロだよこれ。いや、そのデザインやめてほしくなかったんですけどね。そうですね。え、じゃあそのデザイナーさんがその森のイメージとかもされてて。いや、それはもう一切なくて、ただもう落書きで熊の絵とか、ね、それぐらいは、なんか落書きの中にあったので。これはもともとその社員さんがっていう感じ。そうそう、すごい可愛いよね、この森の感じがね。あ、でもそれからプラスした要素がかなりありますけどね、はいはいはい、だいぶ進化しましたよね、この5年で。まあそうですね、うんうん、すごいな、だってなんかもうおしゃれだよね。おしゃれ、言葉全然出てこない。いや、もうおしゃれ。言葉でなくてもおしゃれっていうのは伝えたい。でもお客さんももうね、ガチャ盛りって言えばあるとか言いますもんね。そうだよね、他の専門店もいっぱいあるからね、うん、その中で、まあ、勝手な個人の見解だけど、うん、ガチャ盛りが一番言いやすい。ありがたいですね。なんか分かりやすいですね。そう、分かりやすいっていうか、うん、なんか検索しやすいですよね、ガチャ盛りって。じゃあオープン日って今いつなんですか。ララポート福岡のオープンが4月の25日グランドオープン。4月25日、はい、1ヶ月前で、今日3月24日社長の誕生日3月22日。うるさい。言っておかないと。もう過ぎちゃったけど。今日34歳初めての YouTube になる。ああ、なるほどなるほど。ちゃんとそれは伝えないと。え、でもここからリアルに700面全部埋めていくわけですよね。そうね、うん、当然当然。めちゃくちゃ大変ですよね。大変だよね。え、商品もだいぶ入りますよね。うん、入ります。700商品入るから、今毎月300種類が採用してるので、はい、まあ、700種類入るけど1ヶ月後には300は最低入れ替わってる。なんで、まあ300台は最低ないとお店って成立しないんですよね。だから700あっても2ヶ月分ちょっとぐらいしかの回転数出せないんで。なるほど。本当はもっと大きな店作りたい。どれぐらいですか、何台ぐらい置けるんですかね。 3ヶ月ぐらい欲しいんで、本当は900ぐらい置きたいなみたいな。で、ただ1200ある池袋端区は今のところ4ヶ月分置けるんで。あ、そうなんですね、うん、いや毎度言ってるけど、その在庫の管理だったりとか。でそこら辺がなんかできないよね、もう我々はできない。バックヤードに同じ分量あるわけですか。そう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 。だって今現状ある在庫に対して毎月新商品を300タイトル買うんでしょ。わけわかんないよね。わけわかんなくなっちゃう本当に。うちは勝手にさ、なんか思いついたアイディアをさ、どんどん出してさ、商品化してるだけじゃん。それはすごいよね、本当に。だから一応そのうちがガチャガチャのメーカーで、ルールワークさん、ガチャガチャの森の会社さんにうちの商品買ってもらってるっていう、はいはい、うん、で、まあ、ここは一応小売りになるから、ここで販売してもらっているからね。一応それ関係値もね、ちゃんと伝えないといけないからね。今更あとまたショーケースの中にこれから多分陳列されるんで。さっきあの担当の人に聞いたら、まだあの何を置くかっていうのは季節ごとに変えたりとかするから分かんないですよね。意外とね、展示も大変なんだよね。機械がないからね。じゃあ機械の方もちょっとね、一回紹介してもらおうかなと思うんで ね、行ってみましょうか、はい、お願いします。はい、はい、これ4台ちょっとね、今出してもらったんだよね。すごい。え、これは今何連結されてるんですか。10連結なんで。10ということは、もうこれで40面。うん、これで40面。40面だね。すごい。意外と、いや、これ40なんだ。いや、感覚としては20ぐらいかなと思って。そうですよね、うん、そうですよね。それはね、数字全然違うよね。350とか違うよね、うん、これめちゃくちゃでかいし重いよ。でしょうね。これどうやって運ぶんだろうね。え、引っ張れるんですか。こっち引っ張れない。ほら、こっち。うわ、すごい。しかもね、チャラ社長は意外とね、力ある系、力あるんだよ。ある系男子ですもんね。だいぶあるけど。ほら。すごいね。すごい。思いっきり本当に押してもね、倒れないですもんね。うん、これちょっと、じゃあ押してみてください。この足にかかってみて。よっ。結構ね、ワンパクでも強かった。本当に。ほら、はい、ほら全然すごい。ちょっと上押してみてもらって。上押しちゃっていいですか。結構怖いだよね、うん、これ。怖い怖い。すごい。これしなるから。すごい。これもあるから
前には倒れないように、ね、へー、だから意外となんか4段の連結が危ないみたいな声もあるから、ちょっと松井さんに話したら全然それ倒れないっていう、すごいですねこれ。これ裏ででもこう、うわーすごい、これもあって、この場所を紹介する YouTube はないですね、今のカスで。確かにないですね。ビス止め、これビス止めね。あとこれ下もな、これこのビスも やったし、あー、これね、これもちゃんと足、ね、一応フックがあるんですよね、フックがあるから下もちゃんと固定されてるんだよね、今揺れたんで外したんだけど、そう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 、これも結構重要なんですよね、やっぱり、ね、これも、だいぶだからしっかりしてるね。さっき松井さんが揺らした時すごかったですよね、もうなんか蛇のようにちょっと揺らしてみてくださいよ。なんか揺らし方うまいよね。いや、うまい、やっぱりうまい。揺らし方うまいな。私わかりますね。すごい。めちゃくちゃうまくないですか。あ、上になるんだ。あ、なるほどね。いや、本当に倒れないですね。上もあるんですよ。ちゃんと固定されてるんですね。今はまだ固定します。これから、はい、これから、はいはい、絶対それは倒れないよね。いや、これは安全ですね、うん、完璧に。やっぱこれ倒れないですかってやっぱ言われるんですか。まあ、最近言われなくなりましたけど、最初の頃は結構言われて、へえ。でも家庭の前に東北の地震が、はい、6強ありましたので、はい、東北3店舗ありますけど、はい、どこも倒壊してないんです。あ、そうなんですか。素晴らしい、すごいな、だいぶ揺れたからね、うん、結構お店は全体的にぐちゃぐちゃになってましたけど、うん、うちの店だけすぐ復旧できて確かに他の店結構みんなたん、そうそう、ね、お休みしてたので、はい、うちはもうすぐ営業開始できました。もうカプセルがねちょっと移動するだけですもん、感じね。そうそう、輸入の時とか揺れてますね。そうそう、全然だからね、いつも通りの感じなんだろうね。うん、でそれ安全で、ここのやっぱりそのインパクトがあるから、お客さんも圧倒されてね、はいはい、お店に入りやすいですよね、うん、いや700はすごいわ。4段にした理由とかってあるんですか。はい、4段にしたのが、この時福岡にあるキャナルシティが5年ちょっと前にオープンした時に初めてちょっとテストしてみて、その時の反応がすごく良くってやりました。で、やった後に気づいたことがあって、あの大人になるとガチャガチャってみんな卒業するじゃないですか、はい、それを卒業するタイミングって自分の背の高さがガチャガチャを超えた時なんですよ。なるほど。なんで男の子って卒業早いでしょ。男の子結構ギリギリまでやるじゃないですか、はい、あれ多分慎重なんですよ。だってそれまではなんかおもちゃいっぱいの中に入って子供ワクワクしてるけど、自分の手を超えたら多分ワクワクしなくなって卒業、はい、でも自分より背が高いんで、はい、多分大人がワクワクできるんですよね。面白いですよ、はい、それ確かにね、子供になった気分になる、ね、そうな、うん、なる、童心に帰って、はい、あの時の楽しさが思い浮かべるんで、なんでうちに来たらついてやってくれるんじゃないかなと思って。なるほど、まあ、それが森という感覚ですかね。すごい、めちゃくちゃいい話聞いたね今ね。森を作りたいんで、入った瞬間ワクワクしてるってやっぱ子供に戻ってんだね。うちらねワクワクしたもんね。思うつもりか。完全にね、子供のさね、本当松井さんのね実にかかっちゃったね、完全ね。うまいことやられました。そういうことなんですね。え、わかんない、僕勝手な感覚で上ガチャガチャ回んねえんじゃないかなと思うんですけど、上もやっぱ回るんですか。うん、ちゃんと回るんですね。はいはい、あ、そうなんですね。すごい。これで、そう、これですよね。そうそう、これでね、これなんか最初かかったら6かかるようになってる。あ、そうなんですね。本当だ。え、なんかそういう豆知識半端ないですね。だいぶ下になった。あ、いいね。いいね、いいね。やばいですか。うん、なんか楽しくなってきた。なんか子供になったっていうふうに思ったからさ、なんか今子供の気分。なんか新種の話素敵やな。だから125ぐらいですか。ガチャガチャこれ何140ぐらいですか、うん、なるほど。そうすると小学5、6年生とかですよね、うん、男の子だったらもっと早く。そうですよね、うん、はい、よく言われます。なんか小学3、4年生があまりガチャガチャしないとかありますよね、うんうんうん、はい、多分そこなんですね。そこですよね。そういった子もやっぱここに来るとやっぱワクワクするし、確かに成人男性、成人女性も、はい、ただこの高さだと女性はワクワクできるけど、はい、多分男性ワクワクまずギリギリできない人がいる。へー、ここになるとみんな多分取り込まれます。はいはい。あとまあ壁だけじゃなくて島になってる階段も、はいはい、こんなの今しか見れないよ、ね、今まだちょっと設定中なんで。あ、本当だ、しっかりと。おー、まあ、重機同士が炉の字に固定されてて、はい、もし例えばその地震が来てもこのまんま全部動いていくよ。へー、それぞれが倒れたりしないように作ってるんで。すごい。いや、これ動かないですよね、うん、はい、本当だ。
すごい。てかもうなんか建設現場の足場みたいになってる。すごい面白い。え、こんな工夫されてんすね。今松井さんの力って震度8強ぐらいだった震度で表すね。震度8強これは本当今しか見れないですよ。これはね、だここってさ、まあ本当に言ったら運営側の話じゃん。なんか商品とかじゃなくてさ、うん、仕組みがね知れて面白いね。いや、ここの仕組み知りたいのかっていうところもありますけど、ね、いや俺知りたい。そう、やっぱね、っぽいよね。いいですよ、これはこうやって作ってるっていう、これはいいよ。聞きたいことがあるんだけどさ、はい、松井さんにさ、はい、ガチャガチャの森で一番売れてる店舗ってどこなの？まあ、そこはやっぱり規模の大きさと立地で池袋と原宿、あとまあレイクタウン。レイクタウンもやっぱいいんですよ。へえ、その3店舗がいいんですね。いやでもここが1位になりますよ。そうだね、うん、どんぐらい売るんだろうね。1ヶ月いや1ヶ月どんぐらいなんですか？言える範囲で。それは言えないんだよ。ここ聞きたいんだよね一番。言える範囲ってないよ、そんな範囲。練習を教えてくださいみたいなもんですか、ね、ちょっとだけ頭だけ。いやけど本当ここ多分集まるだろうね。いや面白い面白い。だってララポートって今回九州初めてですか？うん、九州。そうですよ ね。そうだそうだ。今までか関西甲子園までしかなくて、はい、西日本としては多分初めてだったんですね。じゃあ九州の方でララポートってやっぱ東京の感じイメージある？東京の知らないです。知らないと思うんですね。そうなんですね。あとは今 CM でバンバンテレビやってるんで今盛り上がってるんです。そうなんですね。しかも最近は4月っていうのがまたいいよね。あったかくなってちょうど多分コロナ終わるもんね。そうですね。あんまそれは終わりがどこがいいか分かんないけど絶対終わるからね。あ、そうなんだね。ね、今日はオープン前に来ましたけどどうでした？いや本当ね、子供になった。話さっき聞いたでしょ、俺なんか大人になって自分の身長より高いものがあったら子供になれるって。子供になった気分だったよね本当ね。素直に楽しかった。あのオープンに行きたいよねすぐね。そうです ね、これは。いや楽しかった。裏ちゃんと聞けてね、はい、なんでみんなねぜひねガチャガチャ盛り4月25日オープンなんでね、はい、みんな聞いてね。バイバイ。子供になったから。子供だった。子供だった。よかったですね。バイバーイ。